俺の記憶に彼女なんていない。続きからやっていきます。前回正直に言ってダメだったんだよね。だから疑っちゃいけないのかな。スマホの調子が悪いことにする。何でもないことにする。一番上が安牌なのかな。触らぬ神にたたりなしって言うしな。何でもない。いや怪しいなお前。そっか。でも汗すごいよ。本当に大丈夫なの。いや嘘下手くそかお前。やっぱり何かあった？もしかして体調悪いとか？なんもないって。大丈夫大丈夫。ってなんでこんなに焦ってんだよ。でも連絡先が消えていたことは事実だし、もしかしたらってことを考えると正直に言わないでよかったかもしれないな。世界ルートっぽい。それならいいんだけど、何かあったらちゃんと話してね。ありがとな。ん？そういえば退院の話どうだった？そうだった。一応退院はしても大丈夫だって。だけどあまり無理はしないようにって言ってたよ。そっか、ならよかった。退院の手続きもしておいたから、アキト君の準備が終わったらすぐにでも出れるよ。こういうのってさ、その彼女でもなんつうの、退院させてくれるの？よくわかんないんだけど。なんか身元不明の人だと怖くない？しかも主人公記憶喪失だし。ありがとう。じゃあ着替えたら寝ようか。うん、わかった。病院側も罪に問われちゃう系じゃない？これメニューしまっとこうか。え、またデッドエンドかこれ。嘘マジ。忘れ物はないと。あ、今回ないよ。じゃあ家まで。電話だ。電話？誰？俺？違うか。カレンダー。お、なんかある。誕生日。あ、これ主人公だね。ショッピング街。歯医者。なんだこれ。これ後々使うのかもしんないね。ライムは？ライムも？マジ？設定。あ、BGM とか変えられるんだ、ここで。はい。クローズ。ストーリー見てくよ。待ってるから出ていいよ。お、ごめんね。ちょっと待っててね。誰から？とりあえず無事に退院できてよかった。問題はこれからだけどな。スマホのことも気になるし。まさかひなが消したとかはないよな。疑っちゃうよな。アキト君お待たせ。誰？おお、電話大丈夫だった？実は用ができちゃって、これから急いで行かないといけなくて。あらマジか。俺なら大丈夫だから行っていいよ。お前帰り道わかるんか？本当？でも一人で帰れる？お家の場所わかるかな？そうだよ。大丈夫だと思う。多分。いや、不安だわ。それならよかった。いいの、ひなちゃん。心配じゃない？本当にごめんね。気をつけて帰ってね。また連絡するから。行っちゃった。思わず大丈夫って言っちまったけど、本当に大丈夫なのか？まあ、記憶喪失のやつを放置はしないよね。まあ、とりあえず帰るか。いや、お前すげえな。度胸あるよ、もう。帰れた？ああ、住宅街だ。海の音が綺麗な住宅街ですね。あれ？ここで会ってるはずなんだけど、案の定じゃん。やばい。俺、引っ越したのか？自分の家にも帰れないって、どうすんだよ。連絡先もわかんないしな。そうだ、ひなに連絡して。そう、ひなちゃんにも連絡できないってことは、やっぱひなちゃんは本命で、誰かが邪魔してる？だってもしストーカーだったとしてもね、自分の連絡先ぐらいは残しておくよね。あの、重度のストーカーなら。そうだった。連絡先知らねえじゃん。とりあえず落ち着け、俺。何か思い出すかもしれないし、もう少し歩いて。アキト？誰？お！アカネ？あ、知ってるんだ。って、なんで俺、アカネのことは覚えて。ああ、そうか。記憶がないのは、ここ3年間だけだった。幼馴染なんだね。アカネとは幼稚園の頃からの幼馴染だし、忘れるわけないか。わあ、びっくりした。2年ぶりだね。元気してた？ 2 年ぶりなんだね。2年？ああ、違ったかな。ああ、いや、もうそんなに経つんだなと思ってさ。記憶喪失正直に言ったら？あはは。俺の記憶じゃ、アカネとは毎日のように顔を合わせてたのに、もう2年も会ってなかったのか。大丈夫？なんかあったとか？そんなことないって。大丈夫、大丈夫。アカネちゃんは信用していいんかね。今の俺に3年間の記憶がないなんて思いもしないだろうな。わかんない。
ひなちゃんがやっぱ危ない人物なのかな。でもなんでこんなところにいるの？引っ越したはずだよね。あ、本当に引っ越したんだ。おいおいおい、なんだ一番上は。お前それひなちゃんに怒られるぞ。あかねに会えるかなと思って。散歩？お前には関係ない。いやもう一番下どうしたお前、なんでそんな尖ってんだよ。真ん中かな。上はちょっと浮気だよ。ダメダメ。散歩？あぜんとされてる。ほら今日いい天気だし、久しぶりにこの辺に来てみようかなーなんて。無理がある。でも本当にびっくりしたな。まさかこんなとこで茜に会えるなんてさ。すごい無言だよ終始。何も言わないけど、もしかして怪しまれているのか。ここは何か冗談の一つでも。さっきから何も喋らないけど、もしかして俺に会えた感動で声も出ないとか。おいお前すげえこと言うな。言う度胸あるわ。え、何それ、その冗談全然面白くないよ。お前何やったんだ主人公あかねちゃんに。え、あ、ごめんなんてね。あはは、あきと全然変わってないね。笑っちゃった。なんか良かったぞ、和やかな雰囲気になった。ちょ、お前な、ほんと焦ったっつうの。あはは、冗談だって冗談、相変わらずちょろいね。うるせえ。でもこれ、あかねちゃんも主人公の異変に気づいてないんだね。でも元気そうでよかった。え、アキトは大丈夫だって言ってたけど、なんとなく元気ないなって思ってたから。ん、何か知ってる？主人公に何が起きたか知ってるのか。そういえば主人公の名前シュウヤンに変えるの忘れてた。もうアキトでやってるし、アキトでいいか。俺のこと心配してくれてたんだな。アカネのことは昔からよく知ってるし、少し不安だけど記憶のことを話してみようかな。そうだよ、正直に言おう。アカネ、実は俺さ。お、どう返してくるかな。増える？おー、プラス3。まあ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 ぐらいだね。え、あ、いえ、記憶喪失？な、何それ。それも冗談なんでしょ。あはは、アキトほんとつまんないな。無言。まさか本当なの？嘘でしょ。じゃあなんで？3年前のこの近辺しか覚えてないからここに来ちゃったんだよ。なんでそんな普通にしてられるの？怖くないの？そりゃ怖えよ。自分のことなのにわからないことだらけで、何を信じればいいかわからないし、そう、何も信用できないってのがまた不安になるよね。誰かに話したら記憶が戻るかなと思っても、そいつがいいやつかどうかもわからないのに記憶のことを知られるのは怖いんだ。アキト、だからさ、普通にしてた方がいいのかなって思ってさ。そっか、そうだよね。何も考えてないわけないもんね。勝手なこと言っちゃってごめんね。私アキトのこと全然わかってなかったよね。ほんとごめん、いい子。いや、そんなに謝らなくていいよ。俺の方こそ困らせるようなこと言ってごめんな。うん、そんなことない。話してくれてありがとう。ねえ、アキト。ここ3年間の記憶がないってことはさ、あのことも。あのこと？なんだあのことって。これ気になる。あのことが気になるから教えて。あのことって？え、やっぱり何でもない。いいの？何でもないわけないだろ。もしかして前に何かあったのか？何？俺には話せないことなのか？だから何でもないんだって。あ、ほら、大したことじゃないしさ。ほんと気にしないで。大丈夫だからね。そっか、ならいいんだけどさ。なんか微妙な空気が流れてる。よーし、とりあえず何か不安なことがあれば、この茜様に言いなさい。何でも協力するからさ。ありがとな、助かる。じゃあ、早速で悪いけどさ、家教えてって。俺の家知ってたりする？まあ、そうなるよな。家に帰りたいんだもんな。え？実は迷子の子猫ちゃんだったのね。いや、言い方。ああ、ごめんごめん。笑っちゃダメだよね。いや、まあでも、子猫ちゃんと言われてると、なんか可愛いからありかなって思っちゃったり。いや、何言ってんだ。はいはい。俺は迷子の子猫ちゃんですよ。助けてください。犬のおまわりさん。ノリがいいね。ワンワン、任せなさい。いい子だな、あかねちゃんは。信用していい気がする。で、主要人物ってあかねちゃんとひなちゃんだけなのかね。
やっぱ茜と喋ってると楽だな。あ、でもなんか事件があったって言ってたしな。あのことが気になるよな。はあ、こいつと一緒なら記憶がないことも忘れていられるのに。って何考えてんだよ、俺。おい、何してんの？開いてっちゃうよ。え、あ、ちょっと待ってて。どう？おう。プラス2、10% だね。とりあえず精神具合が 10% 回復したね。ゲーム続ける。おー、アパート暮らしなのかな？マンション暮らし？はーい、到着。ここが俺の家？一人暮らし？やばい、マジで見覚えすらない。家の鍵持ってきてる？あれ？家の前に誰かいるよ？ひなちゃんじゃない？あらあらあら、ご対面だこれ。ひな。あ、4時早めに終わったから、あきとくんちゃんと帰れたかなって思って心配で来ちゃったんだけど。違うよ、浮気ではないよ。何この、ああ私邪魔者だったか。じゃあ無事にお家にお送り届け、送り届けたことだし、私は退散します。じゃあね、待って、ちゃんと説明してから言って。すごい誤解生まれる状況。おい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 マジか。え、あ、おい、行っちまった。せめて説明が欲しかったよね。修羅場だよこれ。ずっと待ってたのか？え、あー、うん、遅かったから心配しちゃった。待たせてごめんな。うん、私は全然大丈夫だよ。無事でよかった。いい子か？やっぱひなちゃん信用するべきか？今の人は知り合い？お、誰か覚えてないんだ。幼馴染だよ。え、これは嘘つかなくていいんじゃない？一番下でしょ。これ違ってダメだったら逆にショックなんだけど。幼馴染だよ。そうなんだ。可愛い人だね。あの人のことは、その、覚えてるの？ああ、覚えてるよ。茜が言うには最近会ってなかったみたいだし、忘れてることはあんまりないと思う。記憶がないのはここ3年の間だけだしな。また近々会って話聞いてみるよ。何か思い出すきっかけになるかもしれないし。あれ、嫌そうな感じ？まあ、男がな、彼氏がな、よその女の子と会うの嫌だよな。心配しちゃうよね。ひな、どうかしたのか？え、あー、うん、なんでもないよ。ただ、みんなのこと忘れてるわけじゃないんだと思って。いや、もうそんな寂しいこと言うなよ。そうか、茜のことは覚えてるのに、ひなのことは全く記憶にないなんて、ひなが本当に俺の彼女だったとしたら、相当辛いだろうな。ごめんな。なんかちょっといい雰囲気じゃない？もう暗くならないでよ。私は大丈夫だから。ね。あ、献身的。もうこんな時間だし、私帰るね。じゃあ、またね。あ、行っちゃった。なんて声かけていいかわからなかった。早くひなのことも思い出せるといいな。献身的な彼女であってほしいよね。ほんともうストーカーとかではないのを祈る。とりあえずざっと家の中を探索してみたけど、記憶の手がかりになりそうなものはないな。はあ、記憶ってどうやったら戻るんだろうな。お、なんだ急に。たった今入ったニュースをお知らせします。あ？なんだろう？え、なんか嫌な予感なんだけど。え？おい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 ！どっちだ？茜か？先ほど路上で女性が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されました。物騒な事件だな。しかもここから近い気が。ええええ、顔写真がっつり出てるし。死亡したのは相沢茜さんと見られており、遺体には刃物で刺されたような傷が無数に残っていたとのことです。たまたま？第三の人物がいるのかな？嘘だろ？茜が？だってさっきまで一緒に、そうだ、電話、茜に電話して。連絡先がない。くそ、そういえば消えてるんだった。え、なにこれ？もうひなちゃん全然信用できなくなるんだけど、バッドエンド行くと。おいおいおい、怖えよ。え？は、誰か来てる。誰か玄関の前にいるよ。こんな時間に、もしかして警察が話を聞きに来たとか？怖え、怖え、怖え、超怖え。なに？は、にしても押しすぎだろ。聞こえてるって。はい、今出ます。え？
怖い。え、あ、音可愛かった。サクっていったね。謎の訪問者。え、ひなちゃんとあかねちゃんは白で、第三の人物がいるんじゃない？それを信じたい俺は。ということでリトライ。はい。選択肢じゃあどれが正解？難しいね。バッドエンドも面白いね。なんかいろいろ想像かきたてられるんだけど、このゲーム。やってよかった。幼馴染って言うと、やきもち焼かれちゃうんかね。いやー、信用しよう。ひなちゃん信用したいよ、こんな天使みたいな子が。実は、超サイコパスストーカーとか、そんな悲しいオチ嫌だよ、俺。でも、狂気持ってる風な感じはないしな。どうなんだろうか。最終的に主人公が刺されてるからね。それがおかしいよ。誰かは覚えてないんだよな。道を教えて、あ、上かな。ひなちゃんの逆鱗に触れない方がいいんじゃない？誰かは覚えてないんだよな。え？そうなんだ。記憶のことを話さなかったの？あ、話さなかったよ。話したところで何か変わるとは思えないし。そっか、そうだよね。早く記憶戻るといいのにね。思わずごまかしちまったけど、今は余計なことは話さない方がいいよな。腫れ物には触れるなと。でもひなと話したら記憶が戻るかもしれないし。アキト君、どうかした？お家に呼ぶ？ひな、よかったら家へ上がっていかないか？話聞いたりしたいしさ。そうなの？上がりたいけど今日はもう遅いし帰ろうかな。あー、そうだよな。突然こんなこと言ってごめんな。私の方こそごめんね。アキト君は退院したばっかりなんだから、無理しないでゆっくり休んでね。はーい。そうするよ。ありがとうな。じゃあもう行くね。おやすみなさい。おやすみ。これなんかまたバッドエンド踏みそうじゃない？大丈夫？あ、でも、多分、正規ルートは踏んだけどって状態なのかな、これ。俺も家に入るかな。なんか他人の家に入るみたいで緊張する。あ、ドキドキするだろうな。どう？あ、さっきとは違うシーンだね。いや、まあまあ、なんつうの、部屋は一緒だけど。電気はと、あった！ここが俺の家。ああ、なんか BGM も和やかだし、正規ルートっぽい。もしかしたら何か思い出すかなと思ったけど、やっぱ何も思い出せねえな。まあ、とりあえず探索してみるか。お、探索？どこから見ようかな。また？またデッドなの、俺は。引き出し、机の上、本棚。本棚！とりあえず本棚でも見てみるか。俺、こんな本読んでたんだな。読み返せば何か思い出したりするかな。あ？なんか棚の上の方に。うわ！え？どうした？あ、危ない。もう少しで足に当たるところだった。何が落ちて。え？盗聴器？もしかして。なんだこれ。電源も入ったままみたいだし。待てよ。これって前にテレビで見たことがある気がする。確か、ストーカー被害の特番だったような。まさかこれも盗聴器だったり。あ！また来た！お、主人公お前よく死ぬな、もう。怖え、このタイミングでこれは怖え。なんだよ、驚かすなよな。誰だよ、こんな時間に。赤ルートじゃなかった？あ、終わりそう。ああ、怖い怖い怖い。超怖い超怖い。なんか様子がおかしい。出ない方がいいよね。やめろって超怖えよ。やめろやめろ。普通に怖いから。ストーカー怖。誰だよ。やめてくれ。覗き窓からチラって見る。止まった。怖。怖。嘘だろ。鍵が。出た？超怖いんだけど。ニュースをお知らせします。ああ、交際中の男性が血を流して倒れているとの通報があり、男性は病院に搬送されましたが、先ほど死亡が確認されました。アキト！死亡したのはアキトさんと見られており、遺体には刃物で刺されたような傷が無数に残っていたとのことです。なんで？アカネちゃんは白と考えていいんだろうけども、もうひなちゃんを信用していいのかわかんねえよ。いや、俺は、
第三のストーカーがいるという説を押していこう。はい、ということで今回はここまでとさせていただきます。やばかったな、ちょっと怖いね、ストーカー系は怖いわ。はい、それではシアンでした。またね。